いたしました。まずは芸技衆の踊りはいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。初めてご覧になったという、ね、ご来園のお客様もいらっしゃるかと思いますけれども、先ほどもご案内しました通り、毎週土日には、熱海の芸技見番にて花の舞という踊りを皆様にご覧いただける機会を設けております。ぜひそちらも改めてお出かけいただきまして、そして梅園で開催しております1月26日と2月11日の熱海芸技連の舞台へもぜひお越しくださいませ。さあ、それではですね、ここでミス大島竹中さんと椿の女王原川さんから大島町の木、大島町の花であります満開の椿の花束をいただけるということです。中島会長、斉藤市長、どうぞご登壇お願いします。それではミス大島竹中さん、椿の女王原川さんにもご登場いただきます。お願いします。先ほども素晴らしい鉢をいただきましたが、今度はこのような満開の花束の贈呈でございます。どうぞお渡しください。そして4名の皆様、ぜひ舞台正面のカメラに向かって笑顔をお送りください。こんなにも大輪の椿の花、もう大島でも美しく香りかぐわせていらっしゃることでしょう。お気遣いいただきましてありがとうございます。大島行ったことない。各報道の皆様、関係者の皆様、良いお写真撮影できましたでしょうか。はい、ありがとうございました。それではですね、続きまして熱海、大島、両島地の皆様との記念撮影を続いて行います。このままご登壇いただきまして、その他にもステージ上にご登壇いただく方、お名前お呼びしますのでお上がりください。